engine for the life。 車で行こうです。今回紹介するのはブランド初の BV アバルト 500E です。アバルトの電動化戦略においてその中核を担う 500E、 これまでのブランド DNA を継承しながらも次世代のアバルトを象徴するモデルです。ブランド初の電気自動車ながら登場するモデルにサウンドを求める傾向が強かったそうです。この新型はエンジン車のようにうなり声を上げるということで、このあたりもしっかりチェックしたいと思います。はい、ではポイントを見ていきましょう。アバルト 500E は全長3675ミリ、全幅1685ミリとコンパクトなサイズを維持しながら、随所にブランドアイデンティティであるサソリのパーツを模したデザインを採用しています。ボディタイプはハッチバックとカブリオレの2タイプ、パートレインは前輪を駆動する 114kW、 235Nm のモーターで、容量 42kWh のバッテリーにより低中速においてもエキサイティングな走りを実現しています。またガソリン車に対し前後重量配分を57対43と改善し、さらにトレッドを60ミリ拡幅することでクイックなハンドリングと安定性を両立させました。アバルトの象徴ともいえるレコードモンツァのエキゾーストの音を忠実に再現した独自のサウンドシステム、サウンドジェネレーターを装備した点も特色です。アバルト 500E の価格はご覧のようになっています。電動化時代のアバルトを占う1台、どんな走りを目指したのか気になりますね。そうですね、はい、ということでこの後はいよいよ試乗に行きます。今回はアバルト 500E ツーリスモカブリオレを高速道路と一般道で試します。次世代のアバルトを象徴するブランド初の BEV 500E。 今回はアバルト 500E ツーリスモのカブリオレを岡崎五郎が試乗します。Engine for the life。 はい、今日はアバルト 500E に試乗しています。まあ、前にこの番組ではフィアット 500E ご紹介しました。それと比べるとですね、やっぱりかなりピリリと辛い、そんなモデルに仕上がっていますよね。バッテリーは 42kWh、 これ 500E と同じなんですね。当然バッテリーが小さいと航続距離短くなります。これでいくと 294km でしたかね。まあ実質 200km ぐらいなんでしょう。でただそうやって用途を限定することによってもう車が軽くコンパクトになってるんですね。これ 1300km 台です。でこのサイズとこの軽さ、これはスポーティーに走らせる、特に街中でスポーティーに走らせようみたいなことを考えると相当これは魅力的ですし、このアバルト 500E 独自の個性になっています。まあ、個性といえばアバルトってやっぱりレコードモンツァのあの心地よいサウンド、切っても切れない関係にあるんですが、バッテリー EV になってもあの音を残そうということで、この車今聞こえますかね。はい、相当アバルトらしい音にこだわって聞かせてくれるんですよね。もちろんこれスピーカーから出しているんですが、車内だけじゃなくて車外にも出すことによってすごくリアルなサウンド聞こえてきます。もううっかりするとバッテリー EV に乗っていることを忘れちゃうぐらいの、そういうリアルな音ですね。まあ、あの正直言うとこれずっと高速道路で聞き続けていると耳が疲れちゃうので、オフにすることもできます。ただ走っている最中にオンオフできないんですよ。なのでオフにするのにはサービスエリアなんかに入らないといけない。これはねちょっと残念な部分ですよね。
さあ料金所からのフル加速です。いやいや早いです。車速の伸びに従ってサウンドも盛り上がっていきましたよね。でこれバッテリー V だとなかなかこの伸び感を音で表現するっていうのは難しいんですが、これはそこがちゃんとできています。はい、一般道に降りてきました。もうせっかくなんでね、これカブリオレなんで上を開けました。まあこの状態でもそうですね、風の巻き込みは結構コントロールされてますね。前席に座っている限りはもう本当に気持ちのいい風がスーッと後ろに抜けていく感じです。さあこれから荒れた路面に入ってきます。結構引き締まった足なので、こういう段差でどういう振る舞いをするのかなちょっと気になるところになったんですが、ボディの剛性がすごいですね。でこれだけ硬質な感じが伝わってくると、この足の硬さも全然こう嫌じゃないですね。さあカーブが連続するところに入ってきました。シャシーしっかりしてますね。でこのステアリングなんかもクイック感っていうのを思ったほどは強調していないんですが、でもステアリングを切り始めた瞬間からしっかりとタイヤ横力を発生して遅れがない、すごく素直な動きに仕上がっています。楽しいですね。でなんかこう車の方からもっとペース上げても大丈夫だよっていうのを語りかけてくるあたりはまさにアバルトの世界です。今はサウンドなしでやったんですが、ちょっとこう上りはねサウンドありで走ってみましょうかね。さあサウンドオンにしました。これちょっとアクセル深く踏み込んでますが、はい、こうやって回していった時のやっぱりこの車速の伸びと音のシンクロ具合、それからもうサウンドの作り込みの素晴らしさ、これは本当に気持ちがいいですね。いやーこれ乗ってるとバッテリー V に乗っていることをすっかり忘れちゃいます。このアバルト 500E なんですが、バッテリー V ならではの魅力に加えてエンジン車が持っている魅力っていうのを2つを同時に味わわせてくれる車になっています。まあそれぞれいいところがあるんですけれども、それを切り替えて両方味わえるっていうのも素敵ですし、何よりやはりこう1台の車としてちゃんとアバルト味が残っている、これもね僕にとってはすごく大きな収穫でした。もうバッテリー EV 乗ってみたい、でも走りのいい車、走りの楽しい車欲しいんだよねという人にとって、このアバルト 500E 大注目の1台だと思います。はい、それでは安全性の評価に行きましょう。アバルト 500E の評価はこのようになりました。よくできましたです。そして市場での平均電費なんですけれども、1キロワットアワーあたり 6.6 キロとなりました。ここから計算すると満充電で277キロ走れる計算になります。ちなみに市場当日は最高気温24度と、まあ、バッテリー V にとっては空調あんまり使わないという意味で有利な日柄、お日柄でしたね。はい、トモちゃんどうでした？はい、音作りもすごかったんですけど、うん、でも私驚いたのは、例えばハイパフォーマンスなマフラーをエンジン車につけると、ブーンって気持ちよく加速してアクセル緩めるとちょっと減速感って生まれるじゃないですか。あれが回生ブレーキと相まって、音とリンクして、あれ私これ電気自動車だったっけって思う瞬間があったんですよね。確かに確かに、そこら辺は本当に上手に作り込んでるよね。そうですね。はい、それではここでアバルト 500E の注目ポイントを僕がご紹介します。アバルト 500E の注目ポイントなんですけれども、アバルトならではのサウンドを再現したサウンドジェネレーターです。ステアリングにあるスイッチを操作してオンオフできます。音が聞こえてきました。でアクセルを、こうしてガソリンエンジンを再現したサウンドが鳴るんですけれども、これねびっくりしたことに、こう空ぶかしてもちょっと振動みたいなのが伝わってくるんだよね。であれ聞くと大きなサブウーファーを鳴らしてるらしい。で多分そこがちょっと震えてんじゃないかなと思ったな。いやリアリティありますよね。そう本当にそう。あと私カブリオレなんでオープンでも走ったんですけど、屋根を開けると上の方からその音が回り込んできて、気持ちよく走れましたね。いや本当最高でしたね。はい、この後はインポーターの担当者の方にお話を伺います。それではステランティスジャパンの安倍さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや安倍さん、僕今日、
アバルト 500E 乗せてもらってこんなに楽しいバッテリー EV があるのかって思ったんですけど、はい、この走りの楽しさっていうのはやっぱりアバルトにとっては一丁目一番地なんですかね。そうですね、やっぱり今回のアバルト電気自動車で作るにあたってですね、これまででこう一番いいアバルトを作りたいという思いでまあ開発してまして、まあ、その結果電気自動車だったというふうに考えていただくのが一番いいかなというふうに思っています。あのベースになったフィアット 500E っていうのがありますけれども、はいはい、あれと具体的にはどういうところが変わってきてるんですか。まずあのエクステリアデザインとまあインテリア、そしてあのパワートレイン、バッテリーといういろんなコンポーネントがあるんですけど、まずエクステリアからいきますとフロントのヘッドライトが少しデザイン変わっていたりとかですね、はい、インテリアでもですね要所要所の素材を変えてみたりとか、うん、まあ、カラーの配色を変えてみたりというところで、まあ、よりこうスポーティーなイメージを、まあ、持つような形で変わっています、うん、あと足回りは基本的にまあサスペンションのセッティングをやはり変えてですね、こうフィアット 500E もともと素の走りはいいものではあるんですが、はい、よりアバルトらしくこう毒を感じさせるというか、うん、まあ、ピリッとしたフィーリングを出すために、まあ、サスペンションのセッティングを変えています。あとパワートレインにつきましてはモーターの方は一部ですねチューニングを施しておりまして出力をアップしています。またその出力アップに備えて、バッテリーの方のですね電流の制御なんとかも、変わっている形になります、うん、なるほどね。アバルトはフィアットをベースに高出力エンジンを乗せてるみたいな今までの流れで来たじゃないですか、はい、そう考えるとその流れに大きく変わってないですよね、電気になっても。はい、その通りですね。アバルトの歴史としてやっぱりフィアット車をベースとして、まあ、チューニングしてきたというところがありまして、うん、今回もですねフィアット 500E という素材がありましたのでこちらをアバルトの皆さんにしっかり提供したいということでフィアット 500E をベースに、要所要所をチューニングしてですね出させていただいてます、うんうん。アバルトって速さだけが魅力じゃないと思うんですよ。なんか乗っていて、うわ本当に気持ちいいとか楽しいっていう、はい、なんか笑顔になっちゃうような部分を持ってるブランドだと思うんですけど、はい、あの音、はい、サウンドジェネレーターでしたっけ。サウンドジェネレーターです。あれはこだわったものですね。アバルト 500E を開発するにあたって、まあ、ブレストがいろいろ本社の方でされたと聞いてますけど、うん、この中で一番最初に出てきた案がこの音っていうふうに聞いてます。でやっぱりこのサウンドジェネレーターなんですが、まあ、専門のチームを作りまして、まあ、そこで、まあ、6000時間以上開発に時間をかけて、まあ、練りに練ったものというふうになっています。アバルトといえば、まあ、レコードモンツァっていう、まあ、エキゾーストシステムありますけれども、うん、はい、こちらの音をですね、まあ、例えばブレーキングだったり加速だったり、うん、まあ、コーナリングだったりいろんなシーンのサウンドを録音しまして周波数まで見てですね、はい、レコードモンツァの音を再現できるように開発してきたというようなことがあります、うんうん、なるほどね。今回この車って表に向かって出してるんですよね。それが車外から室内にまた入ってきて聞こえるっていう、はい、この仕組みがすごい自然ですよね、はい、ちょうど車で言いますと左側のリアバンパーの内側に耐水性のウーファーを設置してですね外に向かって音を出してます、うん、この結果やっぱりこれまでの運転感覚と違和感のない形でこう外からこうサウンドが回って聞こえてくるというところでやっぱりこうドライバーとしてもですねこう電気自動車を運転してるっていうよりもまあ車そのものを運転して楽しんでるっていう感じがより受けられるかなというふうに思ってます。で一つあっと思ったのは高速道路入っちゃって途中でずっと聞き続けて疲れてオフにするしようかと思ったら、はい、あれ走ってる時はオフにできないみたいですね。はい、その通りですね、うん、車停止した状態で、まあメニューをですねいくつか階層を追っていただかないとオンオフできないという形なので、はいはい、皆様の声お客様の声をいただいてですね、はい、今後と本社の方に、うん、まあ、そういう声も伝えていきたいなというふうに思います、うん、はい、なるほど、なるほど。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではここでアバルト 500E の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これは BEV バッテリー EV であっても正真正銘のアバルトであるということなんですね。まあもちろんバッテリー EV も走って楽しい車たくさんあります。ただしその走りの楽しさってエンジン車の楽しさとはちょっと違う別種のものなんですね。ところがこの 500E の場合はエンジン車が持っている楽しさ、アバルトがずっと追い続けてきた楽しさみたいなものをちゃんと表現できてるんですよ。なのでこれはねバッテリー V であっても正真正銘のアバルトだと太鼓判を押せる走りに仕上がっています。で、バツはですねもうさっきインタビューの時にも言ったんですが走行中サウンドジェネレーターのオンオフができないのでうっかりオンのまま高速道路に乗って長く走ってると疲れちゃうんですよね、そこはやはりもうスイッチ大きいねサソリのマックのスイッチかなんか置いてオンオフそれでできるといいなと
思います。気持ちがスイッチしそうですね、うん、私は丸なポイント、これは思わず虜にさせられるデザイン、 BEV でもアバルトの走りの高揚感が表現されている、まあ、五郎さん言ってることとかなり近いですよね、うん、でしかもデザインについては大半の部品はエンジン車と世代と比べると相当変わっているはずなのに、まあ、アバルトと一目で分かる、スタイリングになってますし、あとは電気サソリのマークもなんか特徴的ですよね、うん、そしていざ走り出せば、これまでのエンジン車のアバルトの魅力、まあ、あの車から感じ取る挙動とか動きとか五感に響く部分を実に丁寧に磨き上げていて、感服いたしました。そしてバッテン、これは、車庫入れをするときなど、まあ、トラックモードにしないと回線が効いてギクシャクしちゃう、うん、これ特にバックしたりして、そうだね、ブレーキを離して、あの例えばクリープ現象みたいにゆっくりこう動かしたいときってあるじゃないですか、うん、これがですね、トラックモードって実は一番走りのホットなモードなんですけど、うん、これが一番抵抗がなくてスムーズに動かせるので、うん、モードを切り替えて動かすのがいいかなって思いました、うん、はい、ということで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life。さて今回アバルト 500E を取り上げましたが、ともちゃんどうでした？アバルトブランドって、うん、世界の中でも日本が一番売れてるって聞いてちょっとびっくりしちゃったんですけど、おうおう、やっぱりそういったこだわり層を満足させるだけの車作り、うんうん、この執念とも言えるまでの車作り、うん、そうだね、驚かされましたよね。なんかもう目指してるところがすごくはっきりしていて、バッテリー V でもエンジン車でもとにかくアバルトらしい走りを実現するんだっていうね、そういうこうなんか明確な目的意識っていうのがおそらくユーザーに伝わってくるんだろうなと思うんだよね。で僕がだから一つ注文つけるとしたら、あれでパドルがついたらあのサウンドがもっと生き生きしてくるんじゃないかなと思ったんだよね。それはまた面白いかもしれないですね。そうで、あとはまああとチャデモアダプターが巨大なのよ。こんな持つ感じなんで、なるほど、まあ、そういうなんか悪いところっていうか弱点はいくつかあるんだけれども、でも弱点があってもなんかどうでもいいから欲しいって思わせる魅力のある車だよね。そうですよね。なんか人間で魅力的な人でも、うん、なんかちょっと似たような要素がありますよね、うん、確かに。なんか優等生的なんだけどなんか面白くないよねっていうより、あの人ちょっとさ欠点あるんだけどでもなんか面白いよねっていう人、まさにアバルトってそういう車だと思うな。いや、しかしあの音作り、うん、あの電気自動車も決して退屈な車ではないんだとなんか証明してみせた気がしました。そうでこれからね、もうどんどんバッテリー EV って増えていくじゃない。で走りの楽しさを各メーカーが追求していくっていうことになるんだろうけど、あの各僕はねメーカーの開発担当者の方、この番組をもし見ていたら、ぜひこの 500E をアバルト 500E を買って音作り、これちょっとこう研究してほしいなと思うね。そうですね、まあ、人間研究に通じるところもありそうですね、うん、そうでこの車を見て、あこういうやり方があるんだとか、でうちだったらもっとこうするなみたいなアイデアをどんどん入れていくと、楽しいバッテリー V 増えていくんだろうなと思います。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。 Engine for the life。